多分俺今歯黄色の覇気でやられそうですはい、どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました、たかしずワンピースチャンネル、今日もありがとうございます。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日ですね、フィギュア紹介でございます。はい、今日紹介するのはこちら、バン一番くじワンピースヒストリーオブルフィビーションシャンクスフィギュアやばすぎるはい、これやばすぎるでしょ、マジで。もうちょこりやばいそれでですよ、それでですよこれですよ、またいただいてしまいました。本当にありがとうございます。もう本当に皆さんは仏様ですかもう仏様の類でしょ、本当に。でこれですね、実は結構前にいただいてたんですけれども、ちょっとなかなかね紹介できなくて、で今回やっと紹介っていう形になりました。この本当に俺欲しかったやつだったんで、本当にもうやばいです、本当にありがとうございます。はい、そういうわけで向こうで紹介しましょう、いきましょう。はい、こっちやってまいりました。箱こんな感じです。一番口の感じですね、このもうやばいよはい、前こんな感じです。はい、横から見えている、この丸のこれ見えているはい、後ろなんかね、これかっこいいんですよ。これ多分一番口のヒストリーオブ系、ヒストリーオブシリーズの一番最初のルフィのやつなんですけど、これね、もう箱がかっこいいね、本当にこのシックなデザインで。はい、横こっちもこっちも見えていらっしゃるよ、ここにこれもやってらっしゃるよはい、でやばいのがこの後です。上です、バン、この戦争終わらせに来た。もうやばいよ、開ける前からもうやばいよもうやばいよ、こんな感じだよ。はい、下こんな感じで、下何もなしです。さあ開けたいと思います。もうやばい、いやこれ本当にやばい、早く開けたくてしょうがなかったんだけどね、ちょっとねこの感動をずっと取っといた俺、なぜかいや本当にありがたい、もうありがたすぎる。さあ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 、まあ一番くじ組み立てるのあれがないからね、出すだけだからすぐ終わりますけども、ちょっとあれなんだこれ、セロンテープが、ああちょっとセロンテープ切ったのに、ちょっとおちょちょっとむずい。あ、よしよし。さあ、開けましょう、開けましょう、開けましょう。あ、かっこいい。何書いてんの？あ、レッドヘアードシャンクスって書いてある。いや、赤髪のシャンクスで、シャンクスのマーク。で、これ、よく見て、これ、ビブルカードをなんかイメージされてる風だよね、なんかね。なんかシャンクスの燃えちゃってる感じになってるけど、大丈夫かな。さあ、開けましょう。いや、すげえ、箱がやっぱなんかすげえな。さあさあ、どんな感じなんですか？なるほど、こんな感じです。で、いつも通り、このビロンビロンのあれだね、これでね。さあ、出します。あはもうやばい。もうやばいよ、これもうちょっとやばい。で、これね、こんな感じで、シャンクスのマークが書いてある。いや、もう箱のこれ、裏がもうおしゃれですね。これが一番くじですね。さあ、そしたらこれ開けます。いや、これ俺このシリーズ嫌いなんだよ。これバーンってなるから。バーンってなるから。あ、ちょっと待って。バーンってなる前にこれセランテープ止まってるよ。セランテープ止まってた。待って待って。セランテープ止まってたよ。なんで罠だよ、これは。よっしゃ。これバーンってなるよ。バーンってなる。あ、バーン。あ、バーン。これやばいやばい。バーン。これ待って待って待って。ちょっとなるかな。なるかな。あ、やばい。これやばい。これ絶対バーン。バーンうるせえさあやばいです、これはやばい、マジで。さあこれ取ります。あこれやばすぎる。はい、こんな感じでございます。もうねちょっとやばすぎる、助けて、やばいよこれやばい。はい、前こんな感じです。横かっけで後ろ横、はい、こんな感じでございます。やばい、マジでやばい。でちょっとね気づいたんだけど、ここをちょっと見てください。これザ・プロミス、約束って書いてあるんですよ。これだから、このなんか、この赤が、じゃ、助けて喋れない。で、このシャンクスが、この麦わら帽子を返しに来いっていう多分約束って意味なんだと思うんでね。ザ・プロミスって向きがこの向きなんで、本当に漫画のショット通り、この戦争を終わらせに来たっていうショット通りの位置になってるんだよ。ここが真ん中じゃないっていう。それがもう痺れます。さあ、表情はこんな感じでございます。多分俺、今、歯黄色の覇気でやられそうです。やばすぎる。これ、この傷の生々しさまですごい表現されてる。これ、わかるかなこれ。結構色がね、この傷についてるんですよ。漫画だとあんまついてないけど。で、この髭の一本一本までちゃんと描かれてるというね。これはやばいな、これ。これ絶対戦争終わらせられるよ、この顔。やべえ。で、髪の毛こんな感じです。結構流れがリアルに描かれてる。これ赤髪、本当にこの赤髪です。本当に赤髪ですよ。皆さん。そして麦わら帽子。麦わら帽子ザ・プロミス麦わら帽子。すっごいリアルにね、この麦わらの感じが表現されてますね。で、手までリアルです。本当にやばい。で、そしてこの割れた腹筋がチラッとこの男。やばい。俺すごいゲイみたいな感じだったけど今。やばいだろ、これ。で、服のシャツのシワこんな感じです。で、ズボンの柄。あ、こうだって、これ戦争の時この柄だった。うん、あんまそんな覚えてないですけど。やばい。このすね毛の感じがいいです。このすね毛の感じ。男らしい。もじゃもじゃじゃないけど、ちゃんとすね毛が生えている。そして足のサンダルこんな感じです。サンダルって、サンダルってすごいな。サンダルで戦いに、この戦争の場に来るサンダルってすごいな。で、このマント。見えて、これやばいのが、この色使いと、なんとね、このなんか、なびきぐらいが、4個を表現しています。
わけわかんないけど、でもこれね、生で見たらわかる。あ、このマント4個だってすごいわかる。そのぐらいなんかね、威圧感がすごいです、このマントのなびき方が。で、シャンクスの剣です、これ。これ何なんだろう、これもしかして大技、最上大技ものとかなのかな。シャンクスの剣に関しては名前とか俺僕知らないんですけど、多分出てないよね。いや、超気になる。いや、すげえんだろうな、このかつて、鷹の目と渡り合ったと言われているこの刀。赤髪、赤髪、やばいよ。で、ここですよ、ザ・プロミス。やばい、今あったら約束が違うもんな、ルフィ。もういや助けて。でこれ裏は特に何にもなしでございます。そんな感じですかね、これはマジでやば。はい、そんな感じで一番くじワンピースヒストリーオブルフィ B 賞シャンクスフィギュアでございました。はい、もうなんかね、これ以上やりすぎると僕はあの覇王色の覇気でやられそうで興奮でやられそうなんで、ちょっとあのもうこれにしておきます。はい、そんな感じでございました。じゃああのセリフ言っちゃっていいですか。すいません、言わせていただきます。すいません、失礼します。この戦争終わらせに来た。ドン、はあ、終わります。そのままもう戦争は終わります。はいはい、そんな感じでございました。もうやばい、マジで本当にやばい。僕ね、あのシャンクスフィギュアね、実はね初なんですよ、このちゃんあのでかいやつが。マジちょっとね泣きそうでやばい。いや、一番やばいのはさっき言いましたけど、この角度ね、この角度、ここが正面なんですよ。でここが正面だとこの漫画と同じ角度。怖い、情報もういや、本当にありがとうございます。もう僕は恵まれてますよ。本当に幸せです。本当にありがとうございます。皆さん、本当にありがとう。はい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、ただね、俺が叫ぶだけの動画です。いや、本当にそんぐらい興奮してしまいました。はい、じゃあね、また動画あげますので、また動画見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張っていきましょうぜ。バイバイ、また見てねー。じゃあねー。いいか、ルフィ。泣いたっていいんだ。乗り越えろ。やばい。やばい、マジで。